日本の獣肉食の歴史では、日本における獣肉食の歴史について述べる。日本では、古来、食用の家畜を育てる習慣が、少なく、主に狩猟で得た鹿やイノシシの肉を食していた。仏教伝来以降は、獣肉全般が敬遠されるようになっていったが、日本人の間で全く食べられなくなったという時期は、見られない。重肉食に関する嫌悪感も、 時代とともに変わっていったが、おおむね、狩猟で得た牛肉は良いが家畜を殺した牛肉はダメ、そして、足が多いほどダメと考えられることが多かった。牛肉消費量が魚肉を上回るのは、第二次世界大戦後の高度成長期より、後のことである。旧石器時代の花泉遺跡から花泉森牛、原牛、矢部大津の鹿、ヘラツ夏目カ、ナウマンゾウ、 ノウサギなどの化石が大量にまとまって発見され、これらの骨には解体根があり、また骨格器と叩き石と思われる使用根のある石器も発見された。これらから、花泉遺跡は、狩猟による動物を解体し食肉を得た、キルサイトと考えられている。また、長野県の野尻湖立賀美遺跡も、ナウマンゾウとヤベオオツの自家をもとした、キルサイトと考えられている。 東京都の野川遺跡などからは、歴群や排跡が発見されている。歴群は焼けた拳台の石が数十から百個ほど一箇所にまとまったもので、動物室の有機物が付着したものも発見されている。歴群は食肉を焼くのに用いたと考えられている。当時は、高神魚の表記で、日本列島の大部分は寒体性の針葉樹林が広がっていた。 植物性の食品は乏しく魚老は未発達なためビッグゲームと呼ばれる大型哺乳類の狩猟を主とした食肉に依存する生活と考えられている。縄文時代の貝塚や遺跡からは動物の骨も数多く発掘されている。その9割は鹿、イノシシの肉で、その他にクマキツネ、サル、ウサギ、タヌキ、ムササビ、カモシカ、 クジラなど60種以上の哺乳動物が食べられていたものと見られる。その調理法は焼く、炙る、煮るなどであり、焼けた動物の骨も見つかっている。また、動物の臓器を食べることで、有機酸をやミネラル、ビタミンなどを摂取していた。里浜貝塚、大木か井貝塚のクソ石から、鹿、イノシシ、オットセイ、アザラシなどが食されたことがわかっている。 続く、弥生時代にも、狩猟によるイノシシ、鹿が多く食べられ、その他ウサギ、サル、クマなども食べられている。農耕時代になると、動物の臓器が食べられることは少なくなり、塩分は海水から取られるようになった。縄文時代の遺跡では狩猟獣である鹿イノシシがほぼ、1対1の比率で出土するのに対し、弥生時代の遺跡では、イノシシが増加する。 これは、西本豊博により、形質的特徴から、大陸から導入された家畜としての豚が、混入していたことが指摘され、弥生豚と称されている。弥生時代の社会は、家畜の利用を欠いた、血畜農耕と考えられていたが、1980年代終盤から、豚や鶏の出土事例が、相次いでおり、家畜の利用が行われていたと考えられている。 文献資料では、儀式和人伝には、日本には、牛馬がいなかったことが明記されている。ただし、近親者の死後10日ほどは肉を食べないとも書かれており、肉食は行われていた。中国語では、動物全般を、近重魚虫で表すが、日本の古語では、カモなどの筋肉を単に、鳥、獣肉を、獅子魚肉を、魚と呼び、蝶の肉を、イノシシ 鹿の肉を、カのシシ」また肉だけでなく、生態も同じくそのまま呼んだ。獅子おどしの、獅子は、肉ではなく獣のことである。後に、漢語の語二由来の、肉に代わり、肉の遺体字の、肉で肉肉、人名での、獅子などに語が残っている。なお、獅子はここでの、獅子とは読みが偶然一致しているだけで関係はない。獣肉は一度に大量に確保できるが、 生肉の保存技術がなく、生贄はその場で屠殺して食べられた。肉は一般には加熱して食べられたが、神事では火を使うことは不浄とされ、基本は生肉、あるいは塩、酢などを使った生す、干物で食した。日本初期の有略2年10月の上には、おけしし人ぶこうも軍ぐ軍しん前んし 南大今三木三番我がため初、柏手の長野のおさ肉なますと、獅子人部の起源伝承が述べられており、生肉を肉なますにして食べられた旨が書かれている。古墳時代には、薬狩りの名で、鹿やイノシシの狩りが年に数回行われ、その肉が、需要の薬として食べられていた。また、古墳時代には、大陸から、牛と馬がライする。 馬は主に乗馬として用いられたが、牛馬は、肉や内臓が食用あるいは薬用にも使われた。胃の豚は飼育も行われており、日本初期安寧天皇11年の上には、一回連という専門職が登場する。金明天皇16年7月には、使うキビご群を家、白井宮家とキビに、白井宮家を置くよう命じられており、569年には、こうあった。 白井田鍋に白石の聖が送られている。狩猟をたびたび禁じた天武天皇アスカ時代には天石や仏教が入り、誰もが食してうまいと知っているものの例えから、誰もが知っていることを、会社という言葉もあるほどだったが、仏教では動物の摂生が禁じられていることから、この影響で肉食もたびたび禁じられるようになった。奈良時代になると、 貴族食と庶民食が分離するようになった。日本書紀によると675年、天武天皇は仏教の立場から織や木やりを使った狩猟を禁じた。また、農耕期間でもある4月から9月の間、牛、馬、犬、猿、鳥を食することが禁止されたの設置を禁じることで、文が完結して、次の文で肉食禁止について書かれていることから、 この肉食禁止は期間を限定した禁令ではないと、する捉え方もある。しかし、以前より、一般的な習慣として食べられていた鹿と、イノシシは牛肉であっても禁じられなかった。引き続き、イノブタの飼育も行われており、ホズミ新農が708年に読んだ歌には、古雪は、アハニナフリソキチインのイノマモルの丘の間から幕にと、ある。また、 718年に亡くなった、同種名は、築後守る時代に国人に、鶏や豚の飼育を奨励しており、俗日本紀には、下及び鳥、海遊商帝、極人寺よと記されている。俗日本紀732年7月6日には、聖武天皇が、和解紀内白昇し築井の死子40頭、法産や霊水生命との記載もある。だが、罠や、 狩猟方法に関して禁令がたびたび出され、正月の宮中行事であるお薬を、ともずるぎでも、牛肉の代わりに、鶏肉が供されるようになった。さらにこの頃から、貴族の間で、牛乳や乳製品の摂取が、盛んになり、動物性タンパクが補われるようになった。奈良時代の肉食禁止令には、家畜を主に食していた。 トライ系の管理や貴族を牽制するためとする説もあり、家畜はダメだが狩猟した肉は良いとする考えもこれに基づくものである可能性もある。奈良時代には、前時代から食されていた動物に加えてムササビも食されたが、周期が強いために、この他の時代ではあまり例がない。また、巣を使って鹿の内臓をナマにすることも始められた。一方で、庶民には、 仏教が、まだまだ浸透せず、禁令の意味も理解されずに肉食は続けられた。平安時代にも、貴族の間での食肉の禁忌は続いた。10世紀前半成立の、演技式では三観の、臨時祭の中で、エアクの一つとして、死や出産に並んで六地区の肉食が挙げられている。914年に出された漢学者、三好清幸の意見十二箇条には、 悪草が生草、食うのを表して、形はシャモンに似て、心は、都市のごしと書かれており、食肉の禁忌があったこと、及び一部ではそれをそうでさえ破っていたこと、重肉を処理する都市という職業がありそれが差別される、存在であったことなどを示している。935年に編纂された、辞書、和妙類受賞森林部第6漁料類、第21では、都市の和妙を、 レトリとし、意味は、高系用の餌を取るものを展示て、牛馬をほふって、肉を売るものという意味だと解説しており、牛肉を売る商売があったことがわかる。また、和名類受賞にはイノシシ、ウサギ、豚などが食されたことも記載されており、これらは、晴れの日の食前に出された。平安時代には、陰陽道が、盛んになったこともあり、牛肉食の禁忌は強まり、 変わって鳥や魚肉が食されるようになった。これが、魚肉の値上がりの原因になり、演技式に記載された米と鰹節との交換比率は、200年前の大法令の時と比べて2から3倍に上がっている。演技式には、牛肉の記載がほとんどないが、一方で鹿微塩、うさぎシ塩など、牛肉の醤油漬けや、肉皮塩という牛肉の塩漬けを発酵させた。 調味料に関する記載が現れる。乳製品もさらに多く取られるようになっている。平安末期になると格子に食肉を備える。はずの行事席店でも代わりに餅や乾燥なつなどが用いられるようになったり、正月の博多の禅でも鹿の代わりに死儀、イノシシの代わりに生地が出されるようになった。また、 汚れを信じる、あまりに馬肉は有毒とまで考えられ、正雨期の1016年の上には犯罪を犯した、男に馬肉を食べさせた旨が記されている。当時の医学書、医神方に獅子、肉と魚肉の食い合わせが良くないと記されていたり、混尺物語には、庶民が獅子肉を買いに行く場面が出てきたりと、完全に食肉の習慣がなくなったわけではなかった。 平安時代の古語周囲には、古代のこととして、大地出身、タオエイルの日、牛の肉を歌人に食わせとあり、お年紙に対する神事として農民に牛肉を食わせた、ことが書かれている。ただし、古語周囲内の創作であるとする可能性も、指摘されている鹿を仕留める源の常元を描いた、上岸戸の月、鎌倉時代になると、武士が台頭し、 再び獣肉に対する禁忌が薄まった。武士は狩りで得たウサギ、イノシシ、鹿、熊、タヌキなどの鳥獣を食べた。鎌倉時代の当初は、九行は禁忌を続けており、100連勝の1236年の城には、武士が寺院で鹿肉を食べて、九行を怒らせる場面が出てくる。しかし時代が下ると、九行も、密かに獣肉を食べるようになり、 赤月期の1227年の上には、九行が、うさぎやイのシシを食べたとの噂話が載せられている。乳製品は以後明治までほぼ食べられなくなった。12世紀後半の、古川寺園芸巻には、肉を頬張り、皮肉を作る漁師の家族が描かれている。一方で神社の物意味期間中の住職は厳しくなり、平安時代には禁止されていなかった鹿や、 死子肉までもが、近霊に含まれ、その期間も数十か、程度にまで、長くなっている。当時は、末法思想が流行し、鎌倉新仏教が没行しつつあった。法年は、自身の肉食は、忌避してはいたものの、肉食をしても念仏を唱えれば救われると説いた。法年の弟子の親鸞は、肉食最大伝説で知られ、 古伝書をよると、幼少期の北条時折の前で、僧の象徴である今朝起きたまま魚を食べたと記されている。日蓮は、自身が肉食した記録は乏しいが、末法向かいを唱えた。対して、前宗の影響で、動物性の材料を一切用いない精進料理も発達した。精進料理は単なる植物食ではなく、チョコなど、重食に見立てた料理もあった。 南北朝時代の古都製定金往来には、珍味として熊手のひら、狸沢渡り、猿トリなどの獣手のひらや、イノコ焼き皮を焼いたものなどが掲載されており、灼草来には、武士がイノシシ、鹿、カモシカ、熊、ウサギ、狸、カワウソなどを食べていたことが記されている。医学も進歩して、十、アクタショウには二月のウサギ、九月のシシ肉を、 食べないように記載されている。僧侶も、密かに肉食をするようになり、特にウサギは、鳥と同様の扱いになって、加減期の1361年の共演記録にも、ウサギ肉について記載されている。狸汁が登場する、カチカチ山が成立したのは、室町時代後期と言われるが、その時代の料理書、大草家料理書には、たを蒸し焼きにした後に、鍋で煮る。 無地な汁のレシピが記されている。当時の評価では同じく肉食対象だったアナグマと比較して、たヌき料理はまずかったという。南蛮貿易戦国時代になると、南蛮貿易などを通じた食品の輸入が本格化した。この時代には新大陸の食材ももたらされている。ジャンクラッセの日本最強史には、日本人は西洋人が馬肉を飲むのと同じく牛。 豚、羊の肉を飲む。牛乳も飲まない。量で得た、野獣肉を食べるが、食用の家畜はいないと書かれている。宣教師、ルイス・フロイスの日曜文化比較には、ヨーロッパ人は、品系や、うずら、パイプラモンジュなどを好む。日本人は、野犬や鶴、大猿、猫、生の海藻などを喜ぶ。ヨーロッパ人は、犬は食べないで、牛を食べる。 日本人は牛を食べず、家庭薬として見事に犬を食べると書かれている。宣教師、フランシスコ・コザビエルは、日本の僧の食習慣を真似て、肉食をしなかったが、その後の宣教師は信者にも、牛肉を勧め、1557年の復活祭では、買ったメウシを殺して、飯に炊き込んで信者に振る舞っている。細川や五家父には、キリシタン大名の高山右近が、 小田原征伐の際、ガモウジサトや細川忠興に牛肉料理を振る舞ったことが書かれている。真瀬道蔵の用紙、真瀬セ原作は医学書、日曜食生の中で、牛肉を厚物、煮物、生す干し肉として食すれば様々な病気を治すと解説している。ただし当時の医学書には中国文献の引き写しも多く、 日本では手に入らない食材なども書かれており、実際に行われていたかどうかは明らかではない。また、戦国時代末期の日本語を収録した、日報辞書には、カチョブタと記されており、地方によっては、ブタが飼われていたものと見られる。また、戦国末期からは阿波などで、商業捕鯨が始まっている。阿波の三吉氏の拠点商随城の館跡地では、牛馬に、豚や鳥、 クジラ、犬や猫などの骨が数多く出土しており、食用だけでなく鷹の餌や愛玩用として家畜が飼われ、肉が市場に流通していたと考えられている。徳島県藍住町教育委員会は当時の食事を研究し、三好義雄が京都で将軍を艦隊した時の本膳料理を再現した。その時の材料には、うずらやしも、クジラ、 酒が使用された。ただし、刑などで重肉が、一般的に食されていたとは言えず、例えば、秀吉が、御用税天皇を受落代に招いた、際の献立にも入れられていない。特に牛馬の肉を食べることは当然の禁忌であり、1587年、秀吉は宣教師がスパールリョに対して、牛馬を売り買い殺し、食うこと。 これまた極似たるべきのことと質問し、それに対して声量は、ポルトガル人は、牛は、食べるが、馬は食べないと弁明をしている。捕鯨を描いた、古式捕鯨巻へ江戸時代には、建前としては、十肉食の近畿が守られた。特に上流階級は、この近畿を守った。例えばタヌキ汁は、戦国時代にはタヌキを使っていたが、江戸時代には、こんにゃく、ごぼう、 大根や豆腐を調理した精進料理に変わっている。1613年、平戸島に召喚を解説したイギリスのジョン・セイリスは陸路で大阪から駿河に向かう工程で書かれたと見られる日本人の食習慣に関する記述の中で豚が多く飼育されていることに言及している。1643年の観光とされる料理物語には鹿、田 イノシシ、ウサギ、カワウソ、クマ、イヌオグとした汁料理や、貝焼き、ケイラン料理等が紹介されている。1669年に刊行された料理書、料理食堂記にも、獣肉料理が登場する。1686年に刊行された、山城国の地理書、洋州府市には、京都市中に、獣肉店があったことが記されている。江戸後期の国学者、 北村新説は、著書、気遊商覧の中で、元禄前の遠方、天那の頃には、江戸四谷に重視が立ったことを述べている。1718年には、重肉料理の専門店、豊田屋が、江戸の両国で開業している。重肉食の近畿のピークは、生類憐われみの例などが施された17世紀後半の元禄時代である。この法令自体は、 徳川綱吉の知性に限られ、影響も一時のもので終わった。ただし特に犬を保護したことについての影響は、後世まで残り、中国や朝鮮半島で犬肉が一般的な食材になっている一方で、日本では現代に至るまで犬肉は一般的な食材とみなされなくなった。18世紀の書、和漢三歳図へ第37、蓄類の 冒頭イノコの城では育てやすい豚が長崎や江戸で飼育されていることが述べられているが大阪在住の著者は本調肉食を好まないため近年は稀だとするさらに豚肉を食べた際に生じる影響や豚肉と食べ合わせが悪いとされる食べ物などについても述べられているまた同じように豚肉について記したものとしては1695年に 伊達家の吉川かはふつが書いた、料理集には牛肉をかすづけあるいは本汁として使うことができるが、食後150日は、けがれる胸が書かれている。和漢三歳杖には、他に、古代に、日本で食べられていた、乳製品であるイケルや、イゴなどの製法が書かれている。また、瞳室代が表した、本朝食感にも乳製品を利用した料理が、 乗っている。宇田川原神は、日本で、初めて、西洋のチーズ作りの本を翻訳している。将軍、徳川吉宗は、乳牛の輸入を行い、それ以来、薬としてわずかばかり使用されていた様子である。将軍、徳川家成は、白牛落光という本を作らせているが、この本には、人居、老害、産後の衰弱、 大便の閉塞、老衰から来る、隠し症状に効く、という効能が書かれている。ただし当時の日本には、通常の食品としては寄付されるものを薬として、服用する習慣があり、牛乳もそういった位置づけであった。ミッド藩主の徳川成明は、自らの庭に父牛を飼い、健康のため、牛乳をギアマンの器に入れて飲んでいた。成明の著書である。 最食録では、牛乳は、精力剤であるとの説明がある。彦根藩は、毎年の寒中に、赤藩牛の味噌漬けを将軍と、御三夜に献上している。彦根藩は幕府に太鼓を献上しており、その太鼓に使う牛皮を確保するため、牛の畜産を営み、その屠殺を許可されていた。このことから、牛肉を食べる文化が発達した。元織のりなは、 古代の肉食について研究した18世紀には、なぜ重肉食がダメなのか、重肉食の歴史は、どのようなものだったかについての研究も行われた。十社、熊沢万山は、没後の1709年に刊行された、著書、修儀外書きの中で、牛肉を食べてはいけないのは神を汚すからではなく、濃厚に支障が出るから、鹿がダメなのはこれを許せば、牛に及ぶからなのだ。 との見解を示している。藤井来祭は、従者の立場から、没後の1715年に刊行された、和漢太平公記の中で、孔子に食肉を備える、はずの行事席点で肉を備えないのでは、樹齢とは言えないとの見解を示している。香川治安は1731年、著書、一本堂役戦の中で、日本初期や俗日本記の中に肉食が行われていた。 記録があることに言及した。元織のりなも1798年に完成した古事記伝の中で古代の日本人が肉食をしていたことに言及している。江戸中期になると乱邦医学も重肉食に影響した。名所江戸百景に描かれた江戸のビクニ橋付近にあった獅子肉店19世紀の小山田智清の著松屋筆記には獅子肉を山く 鹿肉を紅葉と、その他熊、狼、狸、イタチ、キネズミ、猿などの肉が売られたことが記されている。1829年完成の地理書、五府内備行には、麹町平川町や神田松下町に、毛物の点があった旨が書かれている。中9世紀の寺門政権の著、江戸半城期にも、大名行列が、 高町平川町にあったももんじ屋の前を通るのを嫌がったことが記されている。ここではイノシシ、鹿、キツネ、ウサギ、カワウソ、オオカミ、クマ、カモシカなどが供されていた。1827年に出版された佐藤信弘の経済要録に、イノコは近来世上にすこぶる王子。殺衆公の屋敷中に養うその白貝の子は、 ことに上品なりと書かれているように、豚の飼育も行われていた。佐藤は、この著作で畜産の振興と、食用家畜の普及を提言しているが、牛馬に関しては全く食用の可能性に、言及していない。福王寺伝によれば、福沢諭吉が、敵塾で学んだ、江戸末期の1857年、大阪に2軒しかない牛鍋屋は、定客が、 ごろつきと敵塾の書生ばかりの、最下等の店だったという。1863年に、池田長八らが、剣王施設団として、フランスに派遣された際も、一行は肉食はもちろん、パンも牛乳も日ごとに喉を通らなくなっていったとの、記録がある。1908年に刊行された、石井剣道、明治事物起源によると、 1860年代に横浜の居酒屋伊勢熊が外国商館から増物を安く仕入れて串に刺し味噌や醤油で煮込んで売り出し繁盛したという江戸時代には日朝館の外交施設として朝鮮通信士が派遣されるが江戸幕府は外交的配慮から通信士に対して道中はイノシシ肉でもてなすものの江戸城の生産では 儀式的な料理で、魚介、鳥類を除き、牛肉が使われない、本禅料理が出された。ただし、本禅料理は見ることを主眼とした料理で実際に、食される部分は少なく、実際に食する膳として別に引き換え膳が出された。一方、朝鮮半島南端の富山には、日朝間の外交、交易を、限定的に行う対馬藩管理の和刊が、設置されていた。 和漢では、朝鮮側から、京王料理として、朝鮮式全部が振る舞われ、全部には牛肉などの食肉が用いられている。また、幕末期には、ペリーやハリスにも、本前料理を出していた。ただし、江戸最末期の1866年には、パークスとの会食で、西洋料理を教している。明治時代になると、牛肉を食べることが、文明開化の象徴と考えられ、 牛肉を使ったすき焼きが流行した。当時の牛鍋屋は、金垣ブンのあぐら鍋の舞台ともなっている。すき焼き明治新政府は発足当初から肉食奨励のキャンペーンを大々的に展開した。明治2年に、築地に、半官半民の食品会社、牛馬会社を設立し、畜肉の販売を開始した。翌、明治3年には、福沢諭吉が執筆した。 パンフレット、肉食の説を、観光、配布している。斎藤月新日記には、近頃の流行り物として、牛肉、豚肉などが挙げられている。食肉業者が増えたことにより、1871年には、途上は、人家見学の地に説くべしとの大倉賞たちが、出されている。同年には、店長説翌日の外国人を招いた、晩餐会で、 西洋料理を出している。ただし、明治天皇が初めて牛肉を食したのは1872年で、ある。同年、廃物希釈により、僧侶を破壊させるため大乗官布告で、肉食最大がってなるべしとされた。明治諸島にはもっぱら和食の食材として用いられ、関東では味噌身などの牛鍋として、関西では炒めて、すき焼きと称して食べられた。 生に、酢味噌をつけて食べることも行われた。牛肉の質は、兵庫県産が最上とされ、ついで合図、栗原、津軽、出雲、新州、広州などが優秀とされた。ただし牛肉食を汚れとする考えは強く、これを名神として打破するために、近藤義樹、土地区加藤雄一、文明開化といった著作や、 鶴ヶ県からは牛肉を穢れとする考えを、かえって開花の妨害をなすとする通達が出されている。1906年には炭素病を防ぐために途上法が制定された。明治初年には抵抗も強かった。血抜きの技術が不完全で煮滝すると臭かったため、庶民が単純に敬遠するということもあったらしい。武士の娘を書いた。 杉本悦子は牛肉を庭で煮炊きをしたところ、祖母は仏壇に紙で目張りをして、食事にも姿を見せなかったという。一方、正当な理由のある反対としては1869年、文豪下半の清原雷介が抗議書に、濃厚牛保護のために、牛肉の売買禁止を訴えている。 天皇が食してしばらく後の1872年2月18日、御岳行者10名が皇居に乱入し、そのうちの4名が射殺、1名が重傷、5名が逮捕される事件が発生し、後に外国人が来て以来、日本人が肉食しけがれて、神の居場所がなくなったため、外国人を追い払うためにやったのだとの動機が供述されている。1873年の 東京日日新聞には豚肉は健康に良くないので食べないよとの当書が掲載された。1877年の長谷新聞には養殖用意を宮中より退りけよとの記事が掲載された。1880年の郵便放置新聞は牛肉食で高牛が減少したため食料生産が大幅に減少したと報じている。 1884年、海軍省医務局長の高木兼広は、当時大きな問題であった滑気の原因が、窒素と炭素の比例不良にあると考え、滑気対策として、海軍の兵食を西洋式に改めることを、上進した。しかし、兵員の多くがパンと肉を嫌って食べなかったため、海軍では1885年から麦飯も、支給されることとなった。また、 陸軍においても日常で食される偏食や野戦量食に肉食、養食が多く取り入れられ、日清戦争当時の戦時陸軍給与規則では1日の基準の肉、魚は 150g であった。日露戦争当時は白米藩から麦飯に切り替わった。1910年制定の陸軍公式レシピ集、軍隊料理法には肉をメインとする。 洋食レシピとして、カツレツ、ビーフステーキ、メンチビーフ、風果伝ドライド、ハッシュビーフ、ロールキャベツ、カレーライス、スチュー、ミートオムレツ、燻製豚肉、牛肉のサンドウィッチ、肉スープ、コンドビーフなどが掲載されている。また、対象末には、パン食も、組織的に取り入れられ、その副食に、最適なものとしてカレー、スチュー、貝と野菜汁が挙げられ。 またシロップジャムバタークリームも舐め物として導入されている。明治期の上野西洋圏政府は役人に対し、外交上あるいは外国人との交際上の理由から、洋食を奨励した。例えば海軍は上野西洋圏で食事をすることを奨励し、月末に西洋圏への支払いが少ない主観に対して注意されることもあったという。また、 遅くとも1877年までには、宮中の正式料理は、西洋料理となった。この頃には、東京の牛肉屋は558軒にまでなっている。1886年の東京横浜毎日、新聞には、高木金博が洋食を嫌う日本女性相手に、毎月3回の洋食会を開くことを決めた旨が、掲載されている。山間部では、 牛肉食は広まらなかったが、もともと牛肉食に対する嫌悪感は少なく、1873年に、観光された日田地方の地市、日田と風土記には鹿、イノシシ、カモシカ、熊などが食べられていた旨書か,かれている。ただしその総量は鳥類を合わせても、魚類の6分の1程度であった。明治中期になると、家庭でも、西洋料理が作られるようになった。 1895年の時事新報には、この牛の煮たのは変な匂いがするね。ネギが臭くてたまりませんから、香水を振りっけましたっけとの新婚家庭の笑い話が掲載されている。1903年の婦女雑誌には、余熱和樹同主人による牛肉のかまぼこなどの料理が掲載されている。また1904年の 家庭雑誌にはアメリカで料理を学んだこともある大石聖之助が和洋折衷料理として濃い目の味噌汁にカレー粉と牛肉を入れたカレーの味噌汁などを紹介している。また、ジャーナリストの村井玄斎は1903年から放置新聞に料理小説、食堂、楽を連載し、そこで西洋料理の紹介もして後に書籍となって大ベストセラーになった。 創業100年以上の馬肉料理の老舗また1904年から始まった日露戦争のため戦場食料として牛肉の大和に缶詰や乾燥牛肉が考案され軍隊で牛肉の味を覚えた庶民が増えた日本内地では戦争のため牛肉が不足し豚肉が脚光を浴びることになり1883年には年間消費量1人 4g であったところ 1926年には5 0 0ム以上にまでなった。1921年には富岡商会が冷蔵庫を設置して年間を通しての鎌倉ハムの製造を始めている。1923年の関東大震災後にはコンビーフの輸入が急増し、輸入品としては格安だったために急速に普及した。大正期にはトンカツが登場し、 大正期の三大洋食が、カレー、トンカツ、コロッケとまで言われるようになった。ただしこれはあくまで揚げ物ではなく、カツレツであり、今の形に近いトンカツは昭和に入った1931年の上野の、ポンタあるいは1932年の上野の、楽天が最初期のものとする説もある。トンカツは主に豚の質がよく牛の質の悪い関東で、広まった。 日本人の動物性タンパク源は依然として魚肉が中心であったが、牛肉食に対する近忌の感情はほぼなくなった。中国人が牛肉を食べていることは江戸時代から知られており、県当時少しは牛も暗い習い、日本の牛は畳の上で死にといった川柳も作られていた。長崎の湿北料理は江戸や上方でも流行したが、これらの紹介の書には、 中国人は科いの子を食べることに言及しつつ、取捨選択が可能であることを断る記述が見られる。明治になって開国すると、長崎に加えて、横浜や神戸に中華街が形成されたが、品うどん、品そばと呼ばれたちゃんぽんやラーメンを除けば、日本人の間に中国料理は広まらず、1906年時点で、東京にあった中国料理店はわずか2軒であった。 いずれも貿易省や高級役人が利用する高級料理店であった。もっとも1906年には東京の清女学校が毎週中国料理店から料理人を招いて中国語での料理講習会を行っている。明治期に刊行された西洋料理書が約130冊であるのに対し中国料理書はわずか7冊であったが明治末年には 肉料理も紹介されるようになった。大正時代になって日本の大陸進出が進むと中国からも民間人がやってきて一般向けの中華料理店が開かれることになった。中国料理は豚肉の普及とともに家庭料理にも取り入れられた。1920年頃からは新聞でも中国料理の紹介記事が増えた。 1925年から始まったラジオ料理でも、チンジャオロースなどが時々紹介された。朝鮮料理の普及はこれよりもやや遅く、李人知器が1905年に、上野に、観山楼という店を開いているが、客のほとんどは、朝鮮人であり、李が朝鮮に帰国するまでの短期間のものであった。韓国併合後には日本に来る、朝鮮人が増加し、 1938年の東京市には朝鮮料理店が37軒できていた。そこで出されたのは戦後の焼肉を中心とするものではなく、判定食などの伝統朝鮮料理であった。肉だけでなく内臓も食されていた。内臓の量は生肉の6分の1程度で発生量は多くはなかった。ただし保存性が低く、また、 食品化するに際して、滑処理が必要でそれに伴う廃棄率も高いため、土地区の段階から生肉とは流通経路が異なる。明治期の神戸の牛土地区従事者の解雇によれば、土地区上に残された内臓肉は彼らの重要な復収入源であったとしており、また、1906年の神戸新聞には、土地区上周辺地域において、 粗末な大鍋で切り刻んだ臓物を煮込んだものが一皿一銭で出されており、その新聞記者にとっては、店の前を通っただけで異臭がするものであったが、夕方からは千客万来であったと報告されている。やがて内臓肉も専門業者を通して流通するようになり、都市部では、土地区場周辺以外にも低価格の肉料理として広がり始めるが、 内臓食は決して一般的ではなかった。1920年代には一時的にだが、勢力が増進する料理という意味の、ホルモン料理の店ができ、卵、納豆、山芋などと並んで動物の内臓を出す店ができた。1930年代になると、一般向けにも広まった。例えば、大阪南場の店。 北極星を営む北橋茂雄は1936年頃に牛の内臓をフランス風の養殖、ホルモン料理として提供し、1937年には北ホルモンの名で商標登録を出願している。また、料理のともには1936年から年一度のペースで内臓料理がホルモン料理として特集された。1940年2月号では、 牛や鳥の内臓のバター焼きなどの調理法が掲載されている。また、1936年には、日本赤十字社主催で、ホルモンビタミン展覧会として、講演や料理実演が行われている。また、1920年代には、東京で、豚の内臓を串に刺して、タレで焼いた、焼き鳥が売られ出し、1940年頃には、労働大衆の食として、 人気を博した。太平洋戦争が始まる頃から、内地では徐々に食料の欠乏が始まった。そのため、特に仮想階級が経済的理由で内臓料理を食べることが多くなった。例えば第二次大戦中及び占領期の北海道の赤平炭鉱では、甲府が馬の内臓を煮て食べたという証言がある。一方、 1942年に発表された、禁止料の小説、親方コプセの中で、朝鮮人土工が、密造酒を飲みながら、雑物を食べる様子が描写されている。また、普通なら捨てるか肥料にする、はずの雑物を、朝鮮女工がもらい受けて煮て食べるということもあった。1941年10月には、農林省国時代783号、牛及び、 豚の内臓等の最高販売価格が出されているが、佐々木道夫はこの内容は、当時すでに牛や豚の内臓が食用として、流通、販売されていたことを反映しているとしている。一方で、占領期の都会では、降伏直後から1949年頃まであった、闇市などで、犬や猫などを含む、様々な獣肉が売られることもあった。 例えば焼いた動物の雑物が焼き鳥として売られていた。1946年の朝日新聞には東京で野犬、畜犬を区別なく捕まえてその肉を闇市で売りさばき3万円余りを荒稼ぎした男が逮捕される記事が掲載されている。在日韓国人の金文禅は著書、放浪伝の中で大阪の闇市で雑物を出しとぐにした。 ビックリうどんが売られて日本人に食べられているのを目撃したがそのあまりの不潔ぶりに在日韓国人として雑物を食べ慣れている金でさえ食べられなかったと語っている。神戸ビーフ太平洋戦争後も日本人の動物性タンパク源は魚肉が中心であった。食肉も1946年からの物価統制令の対象となったが1949年には 供給が需要に追いついて、いち早く対象から外されている。戦後食料事情が悪化した1946年から1947年頃、主題養殖としてアメリカ陸軍のレーションであった缶詰のランチョンミートが配給された。これ以外にも、米軍からの放出物資、あるいはその名を借りた、同品売買により、 ランチョンミートは高価ではあったが食料として一時的に普及した。1946年末から学校給食が再開され、1950年からはガリオア資金の援助により一部で完全給食が実施され、1952年からは優勝給食となって肉食も提供されるようになった。また、1951年に魚肉ソーセージ、 1957年頃にブロイラーが登場して安価な食材を使っての食事の養殖化が進んだ。1960年には牛の佃煮の缶詰として売られていたもののほとんどが馬肉や芸肉であることが判明した偽牛缶事件が発生して大きな社会問題となっている。1960から70年代の高度成長期からは 食肉の需要が急増し、1975年には、ソーセージの材料として、魚肉を逆転し、1988年には、実質供給タンパク質量で魚肉を逆転した。内臓食も、昭和30年代以降は、家庭料理として定着し始め、食肉生産の増大に伴って、畜産副生物の流通も1975年頃には、 牛で1955年の2倍、豚で10倍に近い水準に達した。1992年の持つ鍋ブームをきっかけに家庭用食材として需要が定着した。ありがとうございます。